48歳の俳優内田有紀が29年ぶりに神宮球場での始球式に登場。ヤクルトユニフォーム姿でマウンドに上がり、バウンドしながらも捕手のミットに収めた。SNS では、時が止まってるなど驚きの声が上がり、20代ですやんと絶賛された。内田が前回始球式を務めたのは1995年で、当時話題を呼んだ水着姿もネット上で拡散された。毎年5月25日に、TBS ラジオ、安住紳一郎の日曜天国で安住アナがコキアのありがとうを流すのが定番となっている。この曲は、安住アナの後輩で16年前に亡くなった川田アコアナへの追悼のためだ。今年も特に川田アナに触れなかったが、ありがとうを流した。リスナーからは、毎年曲をかけてくれる安住さんに感謝、という声が聞かれた。川田アナは TBS に入社後、バラエティ番組で活躍していたが、報道志向が強くフリー転身。約1年後、自宅近くの路上に駐車した車内で自ら亡くなった。安住アナは川田アナを今でも忘れられず、毎年追悼している。永野芽郁が大型バイクのハーレー、ストリートボブ114に乗っていると告白。金髪姿で撮影された写真が公開され、共演者の島崎和歌子は、街で会ってもわからない、と驚いた様子を見せた。